皆さん、これなんだかわかりますか？昆虫の妖精の模型、ハズレです。生物であるのは事実。ヒントは、とある生物を乾燥したもの。生のまま料理すると普通はこんな感じになる。れっきとした海洋生物で商品価値も高い水産物。答えはナマコ。中華料理の高級食材の一つでもある。今日はホタテと並ぶ青森県の特産品ナマコにスポットを当て、海に潜む美味しい生き物の不思議な魅力に迫る。陸奥湾を望む海岸沿いの建物、青森市水産指導センター。全国でも珍しい市の運営する水産研究施設である。ここでは特産品のナマコの人工採卵、人工孵化技術の確立をはじめ、資源保護のための種苗放流事業なども担っている。さて、私たちが食しているナマコだが、品種名はマナマコである。一見するとウミウシに似ているが、ウミウシはアメフラシとともに貝類と同じ軟体動物であり、ナマコは棘皮動物であって互いの縁は薄い。一見動きは緩慢だが、体液の圧力を調節して動かす管束で盛んに這い回る。この管束の能力はとても優れていて、垂直の壁にも登る力を持つ。小さい時は岩場とか、まあ、物にくっつくところが一番いいですけども、まあ、大きくなるにつれて、まあ、自分の住い場所というか、こう自分の体が大きくなるから広いところにこう移っていくような感じになって、食べ物にもよるみたいなんですけども、うん、色は多種多様、様々ですね。東北大学浅虫海洋生物学研究センターに京塚助教授を訪ねた。海の人でも、それからナマコもみんな同じ仲間なんですけども、海の底に生息していると、海の底を這い回って生きている動物なんですけども、形一見見るとその似てないように見えるんですけども、実はそのみんな護蜂者ということで、その護を基本にして、とウニなんかでも管束ですね、管束を見ると五本筋になって通っている。ナマコも実はその管束というものを見ると五本筋が入ってるんですけども、最初の卵活、それから幼生の形っていうのはその非常に似てまして、1ヶ月ぐらい経つと変態するんですけども、変態した後でそのウニはウニ、ナマコはナマコというような形になってきます。あと形の上では、その人では星形してますけども、あの人での腕をまくり上げてグッと膨らませるとウニになりますし、そのウニを横に引き伸ばしますとそのナマコになるということで、形にも共通した部分というものはあるんじゃないでしょうか。ナマコの発生の段階を見てみよう。ナマコは変態を繰り返す。これは棘皮動物の特徴。海中を漂い盛んに動く耳の形をしたアウリクラリア幼生。変態し樽型の形状となったドリオラリア幼生。さらに変態、ペンタクチュラ幼生。ようやくナマコの原型となるチナマコへと至る。ナマコはウニを引き伸ばしたような体構造をしている。注目すべき点は、ウニのような硬い殻は持たないが、骨片という骨の粒を
体の表面に散りばめていること。進化の中でもその棘皮動物というのはその我々脊椎動物と同じようなその系統に属する中では下の方というのかな、まだあの進化の途中にあるようなそういう動物群に属するんですけども、ナマコウニ人で一見すると何も神経ないみたいに見えますけれども、実はちゃんとしたその神経系が走ってます。光を受容するようなその感覚器官というものもその持っています。その中でナマコというのはウニ人でに比べれば高等と、一番高等というふうに言われています。5月上旬、青森市水産指導センターではナマコに関する1年で一番大切な事業の準備が始まっていた。陸奥湾内でダイバーが採取したマナマコの中から最も繁殖に適したものを選び、これから人工採卵を行うのである。ナマコにはオス、メスがあるが判定が難しいので、とにかく結婚式場となる水槽には大量に入れる。飼育水温よりちょっと5度以上高めの水温に移すんですけども、でその後暗くして、まあ、静かにさせておくと、最初にオスが精子を出して、その後それにつられてメスが卵を出す。部屋を暗くして時々静かに水槽を覗いてみる。するとナマコの体表から白い液体が水槽に噴出し始めた。順番はオスからなので、これは精子だろう。しかしこのナマコの人工採卵技術はまだ確立してはいない。受精を促すホルモンが未解明なのだ。卵が受精発生をできるような体制を整えるということなんですけども、そこに関係するのは卵を成熟させるホルモンなんですけども、今そのホルモンがウニや人での場合には分かってます。まあ、ウニの場合にはもうホルモン分からなくてもその体の中でもう受精できるような卵になって待っているので問題ないんですけども、ナマコの場合にはその何か外からの刺激が起こって初めてその卵の成熟が進んで受精発生できる状態になる。そこに関係するホルモンというものがナマコの場合にはまだ分かっていないと。ナマコは成長するとデトリタスと呼ばれる海底の有機物を食べるが、2年目ぐらいまでの餌は植物プランクトンの珪藻。水産指導センターではナマコ飼育のために大量の珪藻を培養している。人工孵化させたナマコの幼生飼育水槽に珪藻を与える。マナマコのアウリクラリア幼生、海中を漂いながら時々目でわかるぐらいに消化器系を動かしている。海水が入れ替わるのに 3,4 ヶ月かかる閉鎖的な水域陸奥湾内には、こうしたナマコの幼生が無数に漂い、食物連鎖の土台となっているのである。野外水槽を案内してもらった。ここは飼育2年目、つまり幼生段階を超えて小さいながらもナマコそのものが入れられている。ネットの付着珪藻を食べて育つ2年目のナマコ。よく見ないと生き物とはわからない色、形、大きさである。水産指導センターでは地元の漁業協同組合とも協力し、資源保護の一環として2年目の成長の良いナマコを選んで放流活動も行っている。11月下旬、下北半島の陸奥市川内町の漁港を訪ねた。ナマコの資源保護と商品化で天皇杯を受賞した下北半島有数の漁業協同組合である。陸奥湾を代表する水産物といえばまずホタテ貝。しかし近年ナマコはホタテと並ぶ新たな特産品に浮上した。漁法は桁網、鉄の爪のついた網を海底に下ろして引く、いわば小型底引き網漁業である。
船団は一斉に網を入れ海底を引き始めた。マナマコは一般に水温16度から17度以下で成長するので、陸奥湾における成長期間は11月から翌年の6月までの8ヶ月しかない。夏場は動かず過眠状態に入ってしまうので全く成長しない。川内町漁協では5月から9月いっぱいまでを禁漁期間と決め、さらに1隻あたりの漁獲量を制限することで資源保護に成功。全国の資源管理型漁業のモデル地区にもなっている。桁網の中は見事なまでにナマコで満たされていた。一体海底の様子はどうなっているのか想像もつかない。大量のナマコ、どれも自己防衛して本来の細長い体型でなくボール状になって縮んでいる。ナマコの年齢判定の技術は確立されていないのだが、推定では 3、4 年で体長20センチ、体重150グラムとなり、漁獲サイズに達すると考えられている。ナマコの産卵は自然環境下では5月中旬から7月中旬。人工孵化技術の開発と人工種苗の放流活動は、厳しい自然環境下での資源の変動を緩やかにするショックアブソーバーとして今後も期待されているのだ。今や資源管理も漁業環境の保全も科学の力を抜きに語ることはできない。ナマコはその海の掃除屋さんみたいなところがありまして、その海の底に溜まっている堆積物をその食べてくれるということがあります。そうするとホタテの場合にもその水下養殖で海の中に釣っているものですから、そこでプランクトンを食べまして、その排泄物をどんどん下にその沈めます。でその下にナマコがいればその排泄物をどんどん食べてくれて、その海を浄化してくれるということで、そのナマコも増えて海もきれいになるという一石二鳥ということも考えられます。ここは川内町漁協自慢のナマコ加工施設。ナマコの食材利用は砂箱などが一般的だが、驚くべきことに近年輸出産品としても注目を集めている。これは中国向けに乾燥処理された干しナマコ。すっかり水分が抜けて小さくなっている。ヒトデやウニと同じ棘皮動物のナマコ。先人たちは身近な海を舞台に観察力を駆使し、食材を求め料理法を確立してきた。この奇妙な生物は世界に誇るべき日本の食卓の奥深さを証明している。